8月15日、名古屋戦からずっと週2試合ペース。2時3分を回りました。 J1 リーグ第23節、横浜 FC と FC 東京の一戦がスタートしました。まあ、いなくても3点取って勝ち切りましたけど、当たりました。ちょっと林も右に体が動い、一味です。うまくね反転して、まあ、ここまではシーズンの平均ポゼッションパーセンテージは 50% を切ってます。取って素早く攻めるというのが東京のスタイルです。質のいいゴール蹴れるんだね。これチャンスですね。回転もかけて落としてきました。それを後半のスタートから長谷川監督はちょっと変えることになります。まあ、前線2トップでディエゴ・オリベイラ、長井で、田川が後半左のサイドハーフ、森重が来ます。その前に渡辺剛から最後戻したところです。田川ファーサイド、森重が待ちます。その前、田川左足、手に当たったんですね今ね。広がっていいというふうに4センチに指示を出しボールが見えなかったんですよね。6ターンをね狙ってきます。反応しました。6ターン、皆川、中を使ってきました。ディエゴ・オリベイラ打つ、左に、すぐに長谷川監督ワンタッチのアピールをしました。少しねコースないかなと思いました。思い切り振り行きましたね。距離はありましたけど、いいコースを狙ってました。ディエゴ・オリベイラ、今度はキッカー小川、ワンタッチあります。体を入れてディエゴ・オリベイラ、よく戻してきた。つながる、原太一、決定機でした東京。まあシンプルな攻撃ですけどね、深さ作って、まあ、それはねうまくねボールは捉えることができましたけど、なかなかコースを狙うまではいかなかったですね。正面ですもんね。ここ強いですね。貯めるんじゃなくてもう戻しますからね、あの角度で戻されたらやっぱり守備はなかなかできない。他にアイデアがちょっと浮かばなかったんでしょうね。高又、ここはシンプルなクロス、ゴールだ。見ながら締める、いやー、宮川いいポジション取ってましたけどね、少しボールが自分が思ったよりも差し込まれた感じになったんでね、はい、抑えてペナルティーボックス内です。戻した、えぐってラストパス合わない。アルトゥール・シルバー、これいいところで受けましたね。三田からのパスをね、中村拓海ね、ちょっといろいろと考えて狙ったんですけど思うように合いませんでしたけど、中村拓海これ2回ぐらいね、半身で皆川、瀬古は長いボール、セルマ下がって渡辺強い、おっと取り返した。セルマ抜けて草のオンサイドをかわす、チャンス流し込んだ、横浜 FC 先制。草野に J1 初ゴールが生まれました。笑顔の草野、まず瀬古のサイドチェンジ、ここですよね。ここでうまくセルマが頑張って、ここもうまくかわしてですね、いやー見事なゴールですね。
ここのプレー大きかったですよ、セヌマのね。セヌマらしいプレーだと思いますし、その後の草野もうまくね、自分の利き足の右に持ち替えてシュートコース作ってキーパーと駆け引きしてですね、逆サイドにうまく流し込みましたね。このままいきますと横浜 FC はレッツに勝った試合以来4試合ぶりの勝利になります。キーパーキャッチボレー、これはハンド、いやハンドなし。あーちょっと小川に隠れてこの角度はちょっと見えないですけど、あー瀬古です。あー試合終了。最後もちょっと微妙な感じでしたけれども、ジャッジ試合終了1対0。